来週に迫ったアメリカ大統領選早々と勝利宣言をしたトランプ氏に対しハリス氏は。 人気歌手のビヨンセさんとともに登壇この日の集会のテーマは人工妊娠中絶の権利です最新の調査では有権者の半数以上が人工妊娠中絶の問題に関心があると答えていて この政策を強く打ち出すことで、多くの有権者を取り込みたい考えです。大統領選の大きな争点の一つとなっている、人工妊娠中絶の問題。激戦州の一つ、アリゾナ州に、中絶をめぐる国の方針に、労された女性がいます。So, おととし第二子を妊娠したクロエさん。しかし、お腹の中の赤ちゃんに脳が発達しない疾患があると判明、医師からは、生まれても数時間も生きられないと告げられ、中絶の選択肢を示されました赤ちゃんがお腹の中で発作を起こして、苦しんでいると知り、中絶することに決めました。 しかし中絶手術の数日前予期せぬ事態が連邦最高裁が女性の中絶の権利を覆す判断を下したのですトランプ前大統領が任期中に保守派の判事を相次いで指名したためで この判断を受け保守派が優勢な州では次々と中絶が事実上禁止となりましたクロエさんが住むアリゾナ州でも州法が適用され医師から手術はできないと告げられました心が折れました主治医の先生もとても悲しんでいました誰もそんなことを患者に告げたくないですよね 中絶が合法な州を探し、車で13時間ほどのコロラド州の病院で手術を受けることを決意、足りない手術の費用を集めるため、SNS で寄付を募りましたが赤ちゃんを殺すくらいなら自殺しろ。お前ににに母親になななるる資格なんてない中絶に反対する保守派の人々が クロエさんや病院を脅迫。手術を断念せざるを得なくなりました。娘を助けられず、何もできなかったのが。本当に本当につらかった。およそ三ヶ月後。赤ちゃんを出産。しかし、自力で呼吸をすることもできず。四十四時間後。 ホスピスで息を引き取りました何もできないまま苦しんだ2日間は正気でいられなくて私も赤ちゃんも傷つきました赤ちゃんが経験しなくていい多くの痛みを味わわせてしまったこの問題をめぐる両候補の立場は対照的ですハリス氏は女性が中絶を選択できるよう 全米統一の法律を設けると宣言ハリス氏は中絶の権利について積極的に訴えることで最後の支持拡大につなげたい狙いがあります一方トランプ前大統領は中絶はもははもや争争点点でななくなった移民経済こそが本当の争点だ共和党を支持する保守派の一部は 宗教上の理由などから全面禁止を求める人も多いためトランプ氏は週ごとの判断に委ねるべきと述べるにとどまり争点として取り上げることを避けています現在、妊娠し15週以降は中絶できないアリゾナ州では大統領選と同日に従来通りの妊娠24週頃までの中絶の権利を認めるかどうかを問う 住民投票が行われる予定です。世論調査では、半数以上の有権者が賛成に投じると回答している。一方、支持率は拮抗しています。クロエさんは、すべての女性が自由に選択できる世の中になってほしいと願っています。 同じ疾患の子供を妊娠した人がいても私はその人の決めた選択を支持しますそれは私が決めることじゃないから女性たちが医師と家族と話して最適だと思う選択ができるようになってほしい。 来週に迫った大統領選挙ですが人工妊娠中絶が厳格に規制されているのはご覧のように全米21州に上り激戦になっているところも出ています最新の調査ではアリゾナ州でハリス氏46.9%トランプ氏49.3%と接戦になっています2020年の大統領選ではバイデン氏が僅差で勝利をしていて今回もアリゾナ州接戦が予想されています そしてノースカロライナ州でもハリス氏47.3%、トランプ氏48.7%と、こちらもやはり接戦となっています。人工妊娠中絶については立場が鮮明になっているので、有権者がどちらの政党を支持するのか、大きな影響を与えそうですね,そ,うですねそしてそのアメリカのトップが決まるのとほぼ同じタイミングで、日本のトップも決まると。はい 来週は総理指名選挙に向けた動きも活発になってくるでしょうし政権の枠組みというのが大きな焦点ですけれどもそうなると激動の1週間となりそうです。